コップ一杯の水によって生成されるコースティックスコースティックスまたはコースティックスネットワークは局面またはオブジェクトによって反射または屈折した光線の集まりまたはそれを別の表面に投影した時にできる独特の模様ティーカップの底のコースティック水面によって作られたコースティックス光特に日光を集中させたものはものを燃やせるそのため コースティックという言葉は、ラテン語のコスティカス。さらに遡ればギリシャ語の、カッパールファーウプシロンシグマタウに由来する。コースティックスが表示される一般的な状況は、グラスに光が当たる場合である。ガラスは影を落とすが、明るい光の湾曲した領域も生成する。理想的な状況では、ネフロイド型の光のパッチを生成できる。波状のコースティックスは、一般に、 水面上の波を通して光が輝く時に形成される。コンピュータグラフィックスでは最新のレンダリングシステムのほとんどがコースティックスをサポートしている。それらのいくつかは溶石測定コースティックスもサポートしている。これは光線の可能な経路を光線追跡し屈折と反射を考慮して達成される。フォトンマッピングはこの実装の一つである。ボリュームコースティックスは ボリュームパストレースによっても実現できる。一部のコンピューターグラフィックシステムは、フォアドレートレーシングによって機能する。この場合、フォトンは光源から来て、規則に従って周囲を跳ね返るようにモデル化される。コースティックスは、十分な光子がサーフェスに衝突する領域で形成され、シーンの平均領域よりも明るくなる。後方向線追跡は、 表面から始まり、光源への直接経路があるかどうかを判断する逆の方法で機能する。3D 光線追跡コースティックスのいくつかの例は、コースティックデモを参照。ほとんどのコンピューターグラフィックスシステムの焦点は、物理的精度よりも美的表現である。これは、物理的に正しい計算ではなく、事前に計算された一般的なテクスチャが主に使用される。 コンピューターゲームなどのリアルタイムグラフィックに関しては特に当てはまる。コースティックエンジニアリングはコンピュータグラフィックスの逆問題を解決するプロセスを説明する。特定の形状、または画像が与えられた場合、屈折した光がこの画像を形成するような表面を見つけたいと思うだろう。この問題の理算バージョンでは表面は滑らかであると想定されるいくつかの 微小表面に分割される。つまり、各微小表面で反射、屈折した光は、ガウス腐食性を形成する。その後、ポアソン積分といわゆるシミュレーテッドアニーリングの組み合わせを使用して、各マイクロ表面の位置と方向が取得される。継続的な問題については、それを解決するための様々なアプローチがあった。一つのアプローチでは、最適な輸送王と呼ばれる。 輸送理論のアイデアを使用して、入社光線とターゲット表面間のマッピングを見つける。このようなマッピングを取得した後、スネルの屈折の法則を使用して繰り返し、適用させることにより、表面が最適化される。サークルカッタコスティック、リーバイ、フォーカシングオンナフロイズ、シャムニュース、2018年6月1日閲覧。グアドド、 ジュアン、チャプター2、レンダリング・ウォーター・コスティックス。インフェルナンド、ランジマ、GPU ・ジェムズ、プログラミング・テクニックス、ティップストリックス・フォーリアル、タイム・グラフィックス・アディソン。 ウェズレイ ,ISBN 978-0321228321、https://developer.nvidia.com/.gpu-ge-ms/.gpu-ge-ms/.gpu-ge-msch.02、h t m l ハット costix-water-texturing, using-unity-3d, dual-height software, 2017年5月28日、閲覧。マリオス・パパス、ゴールベースド・コスティックス。コンピューター・グラフィックス・フォーラム30、ビラニー、セドリック、オプティマル・トランスポート、オールド・ニュー、スプリンガー・バーラグ、ベルリン・ハイデルベルグ、ISBN 978から3から540710493、フィリップ・ボール、ライト・テイマーズ。ニュー・サイエンティスト217、 4043ビブコード2013ニュースック21740バイトドイ 10.1016S0262 から4億796万310から3クーリアグラフィングライトニューアルゴーリズムコントロールズライトパターンズコールドコスティックスオーガナイゼスゼムイントゥコヒーレントイメージズありがとうございます